フェスタ・マッタは、日本の競争馬。2009年ジャパンダート・ダービー2012年、フェブラリー・ステークス優勝。馬名の由来はイタリア語で、クリエイティブな意味合いでクレイジー。2009年ジャパンダート・ダービー・バレッツ2008、マーチ・セレクト・セールにて6万ドルにて落札される。2008年秋のデビュー戦を勝ち上がり、同時に、村山9社は、開業初勝利を記録。 その後クラシックを目標に芝路線を歩む者エリーカ賞4着の他は目立つ戦果を上げられずダートに路線変更となる初ダートとなった平場さらに特別戦を連勝しジャパンダートダービーに出走数にゴールデンチケットシルクメビウスら重賞ウィナー3等から離された4番人気に甘んじた者の,のレースは2着に2場審査を付けで優勝9社 馬ともに、重傷発生派となった。休養を挟み、武蔵野ステークスに出走したが、見せ場なく11着に終わった。続く、浦和記念では、行為から直線で抜け出すものの3着だった。浦和記念終了後に起乗していたクリストフスミオンから、喉の異常を指摘され、検査した結果、喉頭蓋エントラップメントの発症が発覚したため、ジャパンカップダートを回避し、 手術を受けることになった。明け4歳になり、喉手術後の初戦となった川崎記念では3着に、抗争した。続いて出走した、フェブラリーステークスでは、中断追走から、直線鋭く伸び、エスポワールシチーに二馬身反差の2着に入った。しかし、2月24日に、右頭足手根骨骨折の発症が発覚したため、休養を余儀なくされた。 骨折休養を終えて、9月23日の日本テレビ杯で戦列復帰。中段から追い上げるも4着止まりだった。続くマイルチャンピオンシップ南部杯では、中段追走も直線で伸びを欠いてしまい6着に敗れた。2011年マーチエス分け5歳になり、1月26日の川崎記念に出走を予定していたが、 疾病のため出走取り消しとなった。二川ステークスでは出遅れから、道中3番手まで位置を上げたが、ワンダーアーキュートの3着となった。マーチステークスでは、中段追走から直線で力強く伸びて、ジャパンダートダービー以来の勝利を飾った。続く、東海ステークスでは、後位中段からのレースで4着、大沼ステークスでは一番人気に、支持されるも、 直線で伸びず7着に敗れた。マリーンステークスでは3コーナーからまくり上げて、進出したがランフォルセの2着に敗れた。休養を挟み、武蔵のステークスに出走、後方から追い上げるも7着。ジャパンカップダートでは、見せ場なく12着に終わった。クレノを一番の東京大賞店では3番手で、追走し、 スマートファルコンの3着となった。1月29日のネギシステークスでは、後方から追い込んで3着となった。2月19日のフェブラリステークスでは、道中後方で待機し直線で大外から、一気の末、足を繰り出して先頭に立つと、後方から追い込んだ、シルクフォーチュンに2馬審査をつけて解消した。5月2日の柏記念では中断に 最後の直線で足を伸ばすがエスポア・ールシチーの3着に、敗れた。6月27日の帝王賞では、中段から足を伸ばしたがゴルトブリッツの3着に、敗れた。8月16日のブリーダーズゴールドカップでは一番人気に、押されたが、勝った、シビルウォーから6馬身離された2着に敗れた。11月5日の JBC クラシックは5着に終わった。 初戦のネギシステイクスは6着、連覇がかかった。フェブラリーステイクスは7着、柏記念は4着と惨敗が続いていたが、先玉杯は後方から差し切って、久々の勝利を挙げた。その後4戦するが勝ちきれなかった。ネギシステイクスから始動したが7着。その後、うぜんつなぎ部浅くっけ炎を発症していることが判明。現役を退くことが決まった。 引退後は韓国で種ボバとなる。この他、テスタマッタの活躍を受けて、母ディフィカルトとハンアネシーズ・インポッシブルが相次いで繁殖品馬として日本に輸入されている。ありがとうございます。